しとけしとけ。何じゃねえよ、そろそろやばいって、限界だ。あのメガネ、さすがにかなり俺たちのこと怪しんでる。そろそろ仲良さそうなところ一つでも見せとかねえと。うちのモンも俺たちが最近会ってねえことを心配してるし、お前の気が進まねえことは分かってるけど、せめてあいつが見てる間くらい。いい加減にしろよ。いつまでも意地張ってわがまま言ってんじゃねえ。これは俺たち二人だけの問題じゃねえんだぞ。忘れたのか、俺たちが仲悪いのがバレたらまた家の奴らが戦争を始めるかもしんねえ。そうなったらどうしてそこまで突っぱねるんだよ。だからジュリエット役も断ったのか。なんだよそれ、赤の谷まっぴらごめん。なんで俺そんなこと言われなきゃならねえんだ。お前はずっと俺のことそんな風に思ってたのか。俺はお前に恋人のふりすることになったり、昔会ったことがあるって分かったり、なんて言っていいかよく分かんねえけど、つながりみてえなもんを感じてたつもりだったのに、最近はお前もそう思ってくれてるんじゃねえかって。ああそうかよ、よく分かったよ赤の他人ね。俺とお前の間には何もなかった、そういうことだな。お前と一緒にいて楽しくなんて一切なかったし、仲良くなんてなってないし、お前と一緒に何かした思い出とか全部全部偽物だったわけだ。きっと10年前の思い出も親父さんの勘違いかなんかだったんじゃねえのか。少なくとも俺たちが約束の相手だってことはねえだろ。昔うまくいってたなんて思えねえし、この偽の恋人ももうやめにしようぜ。もともと俺たちがやらなきゃいけない義務なんてねえんだし、ちゃんと事情を話せば親父たちもきっと分かってくれ。正直あいつに殴られるのはもう慣れた。なのにくそ、ビンタの方が痛えじゃねえかよ。